首じゃないよ。せめて首と。
花火じゃないっしょ。何何やん。止まれてやんの。君が止まれてやんの。いや、お前のボケが意味わかんねえから。せめて君に突っ込んじゃろ。バカだろ。この人の先生はいつだろうさって感じになるでしょ。いつも最後に正解を出してくれれば結局大事なんだけど。さっきは結構そういうミスじゃない。いつも。お前、花見せられたからの気持ちが考えろ。どうしたってなるわ。いや。じゃあ、花も抜けて、花もじ取ってきた人と、プーツルもじ取ってきた人やったら、どっちかな。花と、花だけと、あと花も含めた首絞めもじ取ってきた。こっちの方がなし。じゃあちょっと考え方だ。考え方だ。花だけもじ取ってきた。花と口と目と耳と画面と耳と鼻だけ耳とっていく。どっちがいい？どっちがいいじゃあもし鼻だけ切らなきゃいけないってなるか、鼻と目と鼻をやった後に目と口とちょっと鼻を最初にやるのがダメだ。でその後目と口と耳も切り取って最後に首も切り取らなきゃいけないってなったら、そしたら鼻だけでやめとくでしょ。やめとくでしょ。もしでも鼻切っちゃったらもう鼻は切っちゃった。でその後他の部分まで切り取ろうとしないでしょ。そういうこと、今言ったのそういうこと。せめて首にしとけよって、そういうことやもんね。やばいね。最低。ぶつかったことを証明したいのに鼻だけ持ってこられても分かんないよ。鼻を持ってきた人と首を持ってきた人で、どっちが人を殺したのを明確に表現してるかって首だろ。なるほどね。そういう話だ。そういうことなんだよ。そうです。鼻持ってこられても分かんないんだよ。それだったら分かんないよ。それだってこの子はどう何の方法でもいいから、とりあえず死んでもらって、でチャンメイさんに死んだところを確認してもらって、その後鼻だけ切り取ってあげるわけね。ちゃんと死んでますよ。その方が最小限の被害で黒くなっていく。いやもうぶっ殺してる時点でだいぶ被害は小さいなと思って。でも首と比べたら最小限の被害で黒くなっていく。チャンメイさんも限界まで被害を与えてる時点で最小限とかわかんないよ。さすがにチャンメイさんも首ごとやられたら効くからね。さすがに。いや鼻も十分効くからね。いや鼻はまだ大丈夫だから。さすがにそこまで山じゃないかな。鼻が現れた時点でもう大ダメージだから間違いない。最近の勝手な想像で。そんな子でいいのか？